オムニノーバマルチライダー、神奈川中央交通、茅ヶ崎市、オムニノーバマルチライダーは、オムニノーバテクノロジー社が製造していた、小型ノンステップバスである。オムニノーバテクノロジー社は、スウェーデンウッテバルッタに設立された、ボルボ社の関連企業。マルチライダーは、ホイールベースが短いタイプの名称。ホイールベースが長く後輪に軸とした大型タイプ、アマニノバマキシライダーがある。 マルチライダーは日本では日産ディーゼルの販売会社が輸入販売を行い、コミュニティバスに採用されていたが、2002年のオムニノーバ、社の経営破綻のため輸入が中止された。その後、同じスウェーデンのコーチマニファクチャリングスウェーデン社が製造を引き継ぐことになった。日本への再参入も視野に入れている。ルノー製、ルノーマスターと共有する全輪駆動車足を利用し、 オムニノーバ車が FRP 正車体を仮装し、全長は6.22メートル、全幅2.13メートル、全高2.8メートル。前面はベース車のキャブ部分がそのまま使用されたサイズでフルサイズ版の大きさ。側面窓は上下に分かれているのが特徴である。また、客室部分は全面的にノンステップ化されている。定員例として2、扉仕様は 座席数13、率、席11、乗員1名の25名、前扉のみの場合は2席増えて27名乗りとなる。シャーシは、前輪独立喧嘩式、エアサスペンションを装備しており、ニーリング機構も備えている。エンジンは、ルノー SOF1M 型2.8リッター時価4、ターボインタークーラー付けディーゼル 114PS で、トランスミッションは5速 MT、 同型で CNG エンジン仕様も用意された。日本にもデモ車が輸入され、スペックは直列4気筒無可求エンジン1 0 6 p s 7 8ットで屋根状に300リッターの燃料容器を搭載。定員例は前扉仕様で22名とされる。コマン社に移管されて、あと2010年にモデルチェンジされた車両からはベース車をルノーマスターから フィアットデュカートに変更し、許容 GVW が増加している。6.7メートル級のマルチライダーのほか5二軸にして、定員を増やした全長8メートル級のマキシライダーや9メートル級の XL ライダーもラインナップされている。また、電気自動車の開発も進められており、2011年から2012年にかけて投入予定とされた。2000年に、 大阪市がコミュニティバスの運行を企画し、大阪市 A バスの赤バスで使用するために採用した。近畿日産ディーゼルが輸入し20台を導入した。ベースシャー氏がルノー製ということで、当時関係があった日産ディーゼルから発売されることになった。大阪市は2002年の路線再編にあたり、赤バス路線を拡充、その際に50台のマルチライダーが追加輸入され、 計70台となっアカバスが導入したマルチライバーは日本国産バスに比べ故障が非常に多く発生したとの報告がされている。ありがとうございます。